2016年4月1日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第8390話、国際郵便。そういえば中国にツアーで行った時、同行のベテランの人が、前に来た時に、日本の友人に手紙送ったんだけどさ、つかないんだよ、切手を途中で取られたみたいだ、と言われ、そん時はふーんとしか思わなかったけど、最近読んだ文章で、郵便局が配達で中国人をアルバイトに雇ったそうな、そしたら 90% くらいしか配らず、あとは捨ててしまったと。局の人、むちゃくちゃ怒ったんだけど、大体は配ったんだから、それでいいじゃないか、と楽にびっくりされたそうな。世の中には 100% でなければダメなものがあるんだけど、それは日本人くらいしかやらないみたいだ。海外の常識なんて全然知らないが、マジだとしたら考えられんな。なんつうか、日本で生まれてよかったかもしれない。国によっては国際郵便の切手代が、郵便を担当する職員の月給と同額、というところもあるらしい。月給？日給じゃなくて？と驚いた。コラムからの受け売りなんだけど、いかようやく。コラム書いてる人がそういう貧しい国に仕事で行き、毎週、家族宛に手紙と現地で撮った写真を送っていた。日本までの郵便料金は、日本円で数百円。ところが一通りも届いてないことが、電話でわかった。現地の友人に相談したら、そりゃ切手を盗んで、手紙は捨てられたな。訴えても無駄だと思うよ。残念だけど。確実に届けたいなら、空港で日本人を捕まえて、この手紙を日本で投函してくれって頼むしかないんじゃないかな。と言われて、なんてこったい。と手紙を送るのをやめた。ある日、街を歩いていたら、前から数人の現地人が歩いてきて、その人を見て、あいつじゃないか？そうだ、あいつだ。間違いない。と騒ぎ出し、彼をいきなり取り囲んだ。何事かと思ったら、なんで最近手紙を出さないんだ？と問い詰められた。彼らは日本でいうところの郵便局員、切手をがめて、ポケットに入れていた連中で。その人が手紙を送らなくなったので、切手を手に入れることができず、収入が途絶えて困っているらしい。はっきりと、切手を盗んでいた、とは言わないが、お前は裕福な人間なんだから、ケチくさいことすんなよ、的なことを言われたらしい。なんか違わなくないかと、その国は裕福な人は礼儀正しく、優しく、親切なんだけど、貧しい人は本当に意地汚いそうで、その人は、貧困は罪だ、と締めくくっていた。ネットで見つけた怖い話。第8391話、子供の頃に見えていたもの。親が共働きで、夕方から親が迎えに来るまで、ばあちゃん家に預けられていた時期がある。自分は顔の妙に長いおばさんや、顔のないのっぺりとしたものが見えることがあった。ばあちゃんに言うと、そうけそうけ、あん人たちとあんじゃダメだよ、と、ニコニコ笑ってお菓子をくれた。親や保育園の人たちは信じてくれなかったので拍子抜けした。ばあちゃんもあぐらかしているんだろうと思った。ある日、ばあちゃんと公園に行った日のこと、自分は砂場にいて、ばあちゃんはすぐそばのベンチにいてニコニコしてた。視線を感じて周りを見ると、花壇の方で女の子がニコニコして、おいでおいでをしていた。立ち上がってその子の方に行こうとしたら、ばあちゃんがすごい力で腕を掴んだ。あれはいけん、とすげえ怖い顔で言った。もう一度花壇の方を見ると、女の子ではなく真っ黒いものがおいでおいでしていた。ぐだぐだでごめそ。ばあちゃんは今も生きてる。もう自分には、不思議なものは見えなくなっちゃった。おめが。ネットで見つけた怖い話。第8392話、いい夢。夢の話で思い出した話。自分が小学生の頃、父
父の単身赴任中、母が病気で入院したことがあって、おじの家に1ヶ月ほど預けられた。その家には、おじちゃん、という人がよくやってきた。おじちゃん、は近所で一人暮らしをしている老人、60代ぐらい、で、酒やビールと惣菜をかずひん持参して、おじと一緒に晩酌をしていた。その日、おじちゃん、は酔いつぶれて寝てしまった。自分が起こそうとすると、ものすごく嬉しそうな顔をして寝ている。起こすのをためらっていると、おじちゃん、はパッと目を開いた。そして自分の顔を見ると、お、おう、僕か、と深いため息をついた。おじちゃんなあ、今、すごくいい夢見てたよ。おじちゃんが生きてた中で、一番幸せな時間だったなあ。と、まだ酔いが覚めていない赤い顔をほころばせながら言った。どんな夢か聞いてみると、僕には言ってもわからないだろうなあ、もうちょっと大きくなったら教えてやるよ。と言った顔は、本当に幸せそうだった。そして千鳥足で家に帰って行った。その数日後、おじが、おじちゃん、の家を訪ねると、一人で冷たくなっていた。葬儀には近所の人以外、親戚などは誰も来なかったらしい。おじちゃん、は60数年の人生よりも、十数分のうたた寝で見た夢の方が幸せだったのかと思うと切ない。ネットで見つけた怖い話。第8393話、心を病んだ母親。イギリスで見た雑誌に載っていた小説、心を病んだ母親が、不注意で自分の子供に大怪我をさせてしまった。ものすごく自分を責めるんだけど、それがまた病的に。周りが、不注意は誰にでもある、命があったからよかった、母親のあなたがしっかりしなければ、と励ますんだよ。そしたらその母親は、子供が大変なことになると、みんな自分に同情してくれる。優しくしてくれる、構ってくれる、注目される、寂しくないわ、と変な脳内変換をかまし、子供にわざと怪我させたり、病気になるように仕向けたりする。しかも病んでるくせに妙に賢く、用意周到に、ブランコに乗ってる子供が転げ落ちそうになるのを助けて、こないだ怪我させたばかりだから、こんな立て続けじゃ怪しまれるわ。まったく、この子もどうせならもう少し経ってから落ちてくれればいいのに、そうすれば私の手間も省けるのに、という完全に言っちゃってます理論。結局一人目の子は殺されてしまうんだけど、周りは、あんなに一生懸命面倒を見ていたのに、かわいそうなお母さん、という風に見たもんだから、母親はさらに病気度グレードアップ。子供の死、イコール、母親への最大の同情。とがくしゅうし、次の子供を殺そうとする。しかも次の子が死んだ時のために、妊娠までする。結局、次の子が、殺される。と学校の教師に相談するところで読んでいた本の文は終了。そして最後に、実はお元に書いています。という文字。そういう病気があるとは聞いていたけど、代理人のミュンヒハウゼン症候群だね。代理、ミュンヒハウゼン症候群。でググったらいっぱい出てきたよ。963。そうそう、それです。確かシックセンスに出てきた幽霊の女の子の母親もそれだったと思う。その作中では、母親は女の子に引っかき傷をつけて、雨が降った後の砂場で遊ばせて破傷風にしようとしてた。で、予防接種が有効であることがくしくも証明された。英文の小説だったんで、読み取れない部分もいっぱいあって、タイトルや作者は失念。B5 サイズでペラペラした薄いカラー表紙。小説と記事が半々の、日本で言うと、イラをもう少しオレンジページっぽくしたような本だった。もし続きがわかる人がいたら教えてほしいんだけど、無理か。ネットで見つけた怖い話。第8394話、試験前。アメリカの都市伝説から一つ。ある大学生の青年が、
進級に関わる試験の前日に彼女に振られてしまった。落込みながらも翌日の試験のために勉強を始めるが、寮のルームメイトから飲みに行こうと誘われる。このルームメイトは最初から落第する気だったので、どうせ落第に決まってる、などと言いながら、何度断られても執拗に青年を誘った。さすがに青年は激高し、ルームメイトと口論になる。ルームメイトは、お前なんか首でもつってろ、という捨てセリフを残し、飲みに行ってしまった。学生は一人残された部屋で勉強を始めるが、全く手につかない。そのうち自暴自棄になり、友人の机から酒を持ち出して飲み始めた。数時間後、帰ってきたルームメイトが見たものは、首を吊った青年の姿だった。数日後、ルームメイトは学長室に呼び出される。当然、試験の成績はひどいものだったので、落第させられるとばかり思っていたが、予想に反して学長はルームメイトにねぎらいの言葉をかけてきた。この大学では、同室の生徒が自殺した場合、その精神的な影響を考慮して無条件に進級させる、という方針があったのだ。こうしてルームメイトは、無事に進級できることとなった。これは都市伝説ですが、精神的な影響を考慮する、というのはあるらしい。さすがに無条件進級はないが、そのせいか大学では、試験前に祖父母が死んだという連絡が一気に増加するとか、また、これを信じて実際にルームメイトを殺そうとしたという事件も起こっています。ネットで見つけた怖い話。第8395話、電車の人身事故。電車の人身事故パート6より、父親の友人に整形外科の先生がいました。その方はもう何年も前に亡くなっています。もう10年以上前だと思うのですが、中央線お茶の水駅に向かった際、一つ前の駅で止まってしまったと、急いでいたために駅員に状況を聞くと、女性の飛び込みがあったとのこと。これは大変、と救急車に乗り込み病院で自ら処置をして、その女性はなんとか一命を取り留めました。親御さんにお礼を言われ、自分の用事も果たし、その日は過ぎ去りました。そしてしばらく後、再びその親御さんから連絡があったそうです。あの子は退院を、本懐を遂げました。と、俺のやったことは結局何だったんだろうな。と、私の父にぼやいていたそうです。本人に聞いたわけでもなく、父から聞いたのも何年も前ですのでうろ覚えな部分があります。ご了承ください。ネットで見つけた怖い話。第8396話、ヒステリックな教育。才の離れた弟がいるが、こいつはよく宿題をやり忘れたり、作文が書けなかったりする子供だった。弟が小学校のある時期から、半泣きで机に向かうようになった。あんまり宿題をやらないために、ひどく叱られたんだろうと思っていたが、それは毎日のことになり、さらには半泣きを通り過ぎて、ヒステリー状態に陥るようになった。母も私も何かがおかしいと思い始めて、弟に話を聞くと、弟の担任は感じテストをし、グループ内に一定の点数を取れない者がいた場合は、グループ内の全員に漢字練習をさせたのだという。漢字練習で連帯責任というのもおかしな話だなと思っていたが、それよりも尋常じゃないと思ったのは、練習しなくてはならない量が日に日に増えていくということだった。もし誰かが目標点を下回った場合、次の日には2ページ漢字を練習してこなくてはならなかった。弟はその漢字練習の中でいくつかの間違いをしたために、次の日は4ページ練習しなくてはならなかった。さらに字が汚いと言って、そのまた次の日は8ページになった。母と私が気づいた時には、32ページ分の練習を要求されていた。しかもノートを見ると、ほとんど難癖をつけているとしか思えないようなコメントが書いてある。その癖、間違った字を書いているところには訂正が入っていない。母が弟の同級生の親に電話で聞いたところ、
その同級生はそのような宿題をさせられてはいないという。どう考えてもおかしいと思った母は、ノートにコメントを残すようになったが、その教師は執拗に弟に漢字練習を課し、弟は泣きわめきながら机に向かうようになった。それを見守りながら母もヒステリックになっていき、もともとその傾向はあったが、家庭内が殺伐としたのが何ヶ月か続いた。次の春にその担任は別の小学校へ赴任し、弟は私も教わった良い先生のクラスに入って落ち着いた。私の弟に起こったことだからかもしれないが恐ろしかった。ネットで見つけた怖い話。第8397話、近所の飲食店でバイトしていた青年。昔、俺が20歳過ぎの頃、近所の飲食店でバイトしていた青年と仲良くなった。気さくな人柄だったので、出前する近所の商店では人気者だった。事情があって高校を出ておらず、15、6からその店で働いていた。ある日道端で会うと、通信制の高校に入学した。と嬉しそうに話す。でも英語が全然はんなくてさ、兄ちゃん、俺のこと、今度教えてくれる？というので、心よく了承し、別れた。しばらく見かけないと思っていたら、亡くなったと聞かされた。死因や状況を詳しく書くことができない。非常に特殊な状況だったので、が、自殺とも他殺とも取れる状況で、まだ息のあるうちに通行人に発見され、搬送された病院に駆けつけた両親に一言詫びを言って亡くなったらしい。事情を聞く間もなく亡くなったが、警察は、自制の詫びがあった点などから早い段階で自殺と断定。我々近所の知人たちは納得いかなかったが、何もできないし、正直何かをしてやれるほどの示唆でもなかった。しばらくして、その青年の両親が菓子折りを持って、お礼、にやってきた。どうやら、死因に納得いかず、時間を作っては田舎から出てきて、近隣に話を聞いて歩いているらしい。しかし、なぜ俺の名を知っていたのか、なぜ、礼、を言ってくれるのか、不思議だったので尋ねてみた。青年は生前、実家に帰省した折に、近所に優しくしてくれる兄ちゃんがいる。仕事で外人さんとかと喋っててすごいんだ。今度勉強を教えてくれるって約束した、と語っていたらしい。両親は、その時耳にした俺の名前。ちょっと珍しい。お便りに俺を探し、生前の礼を述べに来てくれたのだった。俺は、いたたまれなかった。あの時、適当な口約束だけでなく、すぐに時間を作って話を聞いてやれば、何か相談に乗ってやれたかもしれないとも思ったし、何よりも、正直それほど親身になってやっていた自覚がなかった俺を、わざわざ両親に報告するほど慕っていてくれたことがすごく辛かった。息子の死をうまく受け入れられず、どうしたらよいかもわからず、とりあえず近所の出前先の知人たちに一軒一軒挨拶に回っている両親に、どう声をかけてやっていいか全くわからない、歯がゆかった。加えて、両親の訪問を受けて、絶対に原因を突き止めてやる。と息巻いていた周辺の人間も、いつの間にやら徐々に事件を忘れていくことも、ゾッとしないものがあった。人間の死という出来事は、自分が想像しているものよりも淡々としていて、驚いたり、悲しんだりするよりも、どうしてよいかわからない。みたいな、漠然としたどんよりとしたやりきれなさを残すものだ、としみじみと感じた。亡くなった原因に関しては、これも別次元で極めて後味の悪い噂を聞いたが、それはまた別なお話。亡くなった原因に関しては、これも別次元で極めて後味の悪い噂を聞いたが、それはまた別なお話。それを言わないんじゃ蛇の生殺しですよ。お詫びに後味悪い話って、と思って笑ったが、本当に後味悪くてブルーに。特に、勝てて加えて、両親の訪問を受けて、絶対に原因を突き止めてやる。と息巻いていた周辺の人間も、いつの間にやら徐々に事件を忘れていくことも、ゾッとしないものがあった。この辺が、
当然といえば当然なんだけど、人の死でもやっぱりそういう風に消えるんだよね。両親はその時の励ましが嬉しかったのか、その後の消えゆく様が悲しかったのか、あるいはその両方か、とか考えるとやりきれないね。一時的な感情はあった方がいいのか、それとも最初からできもしない偽善を語らない方がいいのか。843。極まれな事件だから、特定されかねないってことで言わないんじゃ？ここでバラしてご両親に変なことあったら、また、後味悪い。じゃなくて、激しく不愉快。になってしまう。843。すまそ。でも、その話は後味よりも、胸クソ悪い、だったので、現代社会とは、神岡局長が言った通り、複雑に絡み合っていると思ったや。844。お気遣いありがとうございます。でも一応自分の記憶を整理する意味でも書いてみたい。ディテールはごまかしつつ書くので、犯人探しの憶測とかはしないでください。推測しようもない話だし、できないように、聞いた事象だけを羅列します。青年は気が弱く、様々な高額商品を、ローンを組んで買わされていたらしい。20未満なので親が保証人だったので、両親も知ってはいた。外出といえば岡持ち持って出前、という青年が、なぜか近所の高級ブティックでスーツを何着も買っていた。地元でも評判極悪の自己啓発セミナーに入会しており、高額の契約をしていた。ちなみに、当時の俺の雇い主も入会しており、同じ担当者、イコール、営業マンがついていた。帰省の際は頻繁に両親に金の無心をしており、理由は聞いても言わない。自称、友人、という柄の悪い連中が絶えず夜間に呼び出して、連れ歩かれていた。見た目も実年齢も未成年で、飲み屋にも入れないのに連日深夜にどこに行っていたのか。高校にも行っていない、住み込みのバイトで、どうやって知り合った友人なのか。事件当日も何者かに呼び出されたらしいメモがあった。現場は下宿から20キロ離れた人里離れた駐車場。高速を通らなければかなり遠回りする。寒い時期の深夜にポンコツの原チャリで行けるか？わざわざ行った理由は？なぜそこを選んだ？本当に一人で行ったのか？現場付近の海岸で、複数人の若者が揉めている姿を目撃した人物が、かなり後になって偶然見つかった。本当にその晩だったか、関係ある事件だったかも不明。セミナーの担当者は、遺品整理中に名刺を見つけた両親が電話をすると、飛んできて冷然で号泣。仕事を超えた友人関係だった。親友だった。と切々と語り。ローンの残債は自分が立て替えるので心配しないでくれ。と話した。本来なくなれば自動的に免責では？良い人だ、と思った両親が、数日後改めて礼を言うために担当者の自宅に電話すると、繋がらない。セミナー会社に電話すると、もう辞めたという。連絡先は知らないとのこと。仕方なく、ダメ元で聞いていた自宅アパートを訪ねると、引っ越した後だった。アパートの管理会社に尋ねても転居先は不明。教えてくれなかった？翌月、その担当は、まだ地元におり、他社で似た仕事をしているらしいことを聞いた。その後、前室のブティックは予告も張り紙もなく急に移転。移転先を探し出していくと経営者が変わっている。どこまでが事実で、何が影響しているか、全くわからない。これ以外にももっと何かがあったかもしれない。ここまで知っているのは、いろいろ聞き込んだのは、両親、プラス、俺だけだと思う。でも事態は何も変わらなかった。こうやってうやむやのうちに真実が拡散していく事件が、世の中にはたくさんあるのだろう。青年の勤め先は、今も普通に出前をしてくれる。経営者とあっても、どちらからも青年の話題は出さないようにしている。彼を忘れることはないと思うけど、俺にできるのはそれだけだ。数年が経って、近隣の人物と、偶然に話の流れで青年の話題が出た。みんな、
悲しい自殺だった。いい子だったのにね。とだけ記憶していた。当時、すべてが謎だらけで全員が不審に思い心配していたのだが、時間が経つと記憶の中で複雑なディテールは単純化され、不穏なポイントはすべて消えて、理解しやすい形に変化していた。覚えてはいても、当時の臨場感がなくなれば、記憶しやすい形の事件になってしまうようだ。俺の中では結論が出ないまま。後味は、いつまで経っても良くないまま。青年は気が弱く、様々な高額商品を、ローンを組んで買わされていたらしい。20未満なので親が保証人だったので、両親も知ってはいた。これ読んで、全くもって同情できなくなった。別の意味で後味が悪い。854。人が良いと思われるけど、それは世間ではバカと思われる。親も高校に行かせなかったのか、行かせてやれなかったのか、行かなかったのかわからないけど、子供の頃のままの人間関係、知恵で社会とか世間とか渡るのは厳しいべ。悪知恵回って起点が利くタイプならともかく、妙に無邪気そうだし、856。だからさ、親は自分の子供がどういう人間かわかってるわけだ。それで一人暮らしして野放しにした親が信じられないね。しかも何も考えずローンの保証人。責任放棄としか思えない。言う通り、両親はあらゆる意味での田舎者、という人たちだった。良い意味でも、ね。今時珍しい感じの子供思いの夫婦だった。いじめで高校へ通えなかった息子を、通うを継がせるために、都会の同業者のところへ修行に行かせる以上の発想がなかったんだろう。ローンの件も、最初は詳細を知らされず了承していたそうだけど、度重なってきて、後半は断っていた。どうも、店の人間が、スタッフ親だと偽って電話承認を通していたらしい。当時は結構いい加減だった。金の無心も、一体何に使うのかと何度も問い詰めたが、それは言えないの一点張りで。何かのトラブルに巻き込まれているのではと不安に思ったが、どうしたらよいかわからず、かなり悩んでいたと言っていた。法律も経済も都会の恐ろしさも、知らないし、知る必要もないくらい平和な人生を送ってきた家庭だったんだろうと思う。こういったところにも、我々よ人が及びもつかない深い事情があったろうと思ってる。そういった経験をたくさんしてきたので、周りで不幸な出来事があっても、簡単には断罪しないように心がけている。だからこそ、自分に非がない難儀な出来事に遭遇しても、何らかの後味の悪さを必ず味わってしまう。ネットで見つけた怖い話。第8398話、兄二人。後味の悪い話。近所に男二人、女一人の兄弟がいた。兄二人はあっさりぐれて、妹と両親浜とも、に見えた、優しいご両親で、自分もよく可愛がってもらっていたのに、なんであんな風に育ってしまったのか。以前、その家に届け物をしたとき、玄関のドアを開けたら何とも言えない妙な匂いがしたんだけど、今思えばあれはシンナーだった。二人は親に車を買わせ、しかも、親が貧乏だからこんなしょぼい車しか買えない。とぐちり、短大に進む妹に、俺らは高校中退なのに、親はひいきしてる。と言って妹の通学を邪魔したり、親のキャッシュカードを盗んだり、親が自衛してカードの暗証番号を変えていたから大丈夫だったらいしけど、親の部屋が荒らされたので、空き巣と勘違いして警察が来た。家族は妹さんの短大卒業と同時に、兄二人が家を出た隙に夜逃げした、もぬけの殻になった家。家具はだいぶ残ってたらしいけど、に戻った兄二人は、逃げた。見捨てられた。と大騒ぎして、近所中に押し入って家族の逃げ先を聞き出そうとしたが、みんな夜逃げ自体初耳、そこまで思い詰めていたのか。と、奥さんと一番仲が良かった人のいる家に何度も押しかけ、教えないと家壊すぞ。と叫んだため、脅迫でまた警察に。しばらくして二人は諦めたのか姿を見せなくなったけど、姿を消す直前に見かけた近所の人が言うには、上の方の兄は、
家族にまで見捨てられた。唱えていたとか、でも全然同情できねえ。両親と妹さんが無事逃げ延びて幸せに暮らすことを、祈らずにはいられない。ネットで見つけた怖い話。第8399話、歯車が狂う。自分の話。社会人になったばかりの頃、営業先から会社へ戻るためにバス停で並んでいると、バイオリンケースを持った4から5歳ぐらいの女の子と母親やってきた。教室に行くところらしい。ママは今日はどうしても一緒に行けないの。お迎えには行くから、ね。やだ、ママも一緒に来て。〇〇停留所って言ったら、運転手さん、降ります。って言えばいいのよ。できないよ。と半べそ状態。その様子をぼーっと眺めていると、母親と目が合った。すみません。〇〇停留所まで行かれますか？そこで降車ブザーを押して、この子を降ろしていただきたいんですけど、と声をかけてきた。〇〇はちょうど自分も降りるところだったので、いいですよ。と返事をした。お兄さんが一緒にバスに乗ってくれるんだって。よかったね。と母親が言うと、女の子はケロッと泣き止んで、ニコニコしながら自分の手を掴んできた。そうしているうちにバスがやってきた。車中、女の子は一太黒っこく、子供らしい他愛もない話を延々としていた。そして〇〇停留所について、一緒に降りた。ここからは一人で行けるんだよね？と尋ねると。うん、だけどお兄ちゃんも一緒に来て。と言うと、自分の手をぐいぐい引っ張った。ここで泣かれても困るし、母親の話では徒歩で5分ほどだと聞いていたので、バイオリン教室まで付き合うことになった。歩き始めて3分ほど経った頃、自転車に乗った警官とすれ違った。警官がちらっとこっちを見た。目つきは鋭かった。よくよく考えてみれば、かなり怪しい自分。平日の昼間にスーツ姿の男が幼女の手を引いている。実際は引っ張られてたんだけど、兄弟には見えないし、親子にも見えないだろう。背後で自転車のブレーキの音。そして、ポンポンと肩を叩かれ。ちょっとよろしいですか？あとは刺してほしい。疑いは晴れたが、結局それが原因で会社も辞めることとなった。ちなみに自分はそっちの趣味は全くない。ここで疑われたら、それはそれで後味悪くてすれ的には、いいかもしれんが。87、なんで会社まで辞めなければいけなくなったの？詳細希望。87、差し支えなければ、疑いが晴れたのに会社辞めることになった理由を教えて。91、その後疑いが晴れたのに解雇させられたん、弱等解雇じゃないか？社内でロの噂立てられていた、たまれずに自主退職だったりしたら後味悪すぎ。89、90結婚。87の端折った部分、交番に連れて行かれて、女の子が泣きじゃくる。驚いて泣いているのに、おまわりさんはそうは思ってくれない。自分もテンパってうまく事情が説明できない。営業中だったんで、社名のデカデカと入ったペーパーバッグ持っていて、その場で会社に連絡された。会社、誰でも知ってる有名企業、ガス部近くだったのと、そこの社員だっていうのを信じていなかったのかも。ID カードを見せれば済んだはずなのに、それすら思いつかなかった。結局、バイオリン教室の先生経由で母親に連絡が取れて、身の潔白は証明された。自分は上司に引き渡されて、その日はそのまま帰宅した。この手の面白い話は広まるのが早い。幼女誘拐容疑で捕まった新入社員。として有名になってしまった。それでからかわれたり、自分でもネタにして笑ってたんだけど、なんとなく居心地が悪かった。特に女性社員の目は笑ってなかった。今まで仲良くしていたのに急によそよそしくなったりね。半年我慢したんだけど、一身上の都合で退社。94の2両目でビンゴ。母親はきちんとした人で、バス停で頼まれたこともおかしなことだったとは思っていない。
その後お詫びに来てくれたんだけど、ものすごく丁寧でこっちが恐縮してしまうほどだった。女の子も一人でバスに乗るのは怖かったと思う。自分は10歳まで一人で乗ったことなかったし。おまわりさんも、不審者を調べるが仕事。もし自分が本当に誘拐犯だったらグッジョブだっただろう。会社の人たちのリアクションもごくごく当たり前だったと思う。なんとかは蜜の味ってことで。もちろん自分も悪いことをしたつもりはない。こういうのを、歯車が狂う。って言うんだろうな。ネットで見つけた怖い話。第8400話、生きていくために。警察官が上司が賄賂をもらっているのを見つけて、やばいですよ。と言ったら、お前が口を塞いでいれば大丈夫だ。と言われた。どうしようか。と思っていたところに、同僚も賄賂をもらっていたこと発覚。しかし同僚がもらっていたのは数千円。同僚は退職金なしで免職され、数十、数百万の賄賂をもらっていた上司はお咎めなし。理不尽さに告発しようとするが、警察官を懲戒免職されたなんてことになったら、ろくな就職口がないぞ。お前も家族も路頭に迷うな。子供まで巻き込むのか。と脅されて、結局口を塞いだ。という話を、昔の夕方のニュース特集でやっていた。その時の警察官、すでに退職。が、卑怯だと自分でも思いましたし、今でも自分を責めています。でもね、生きていくためには、お金がいるんです。職がいるんですよ。正義のためにといえば聞こえは、いいかもしれないが、でも正義やプライドでは生活していけません。正解なんてないな。ネットで見つけた怖い話。第8401話、妹の結婚式。炊いたからのコピペなんだが後味が悪い。俺、妹の結婚式に。相手は美男美女が多いのに、お兄ちゃんみたいなブサイク出したら、うちがどう思われるかわからないという理由で出席拒否されました。親が出席を勧めても、もう相手には兄は死んだことにしてあるから無理。と返事。親もその言葉を聞いて了承。当日、携帯の電源を切って、家から300キロほど離れたサービスエリアでバイクを降り、携帯を確認すると、親戚と親と妹から結構な数のメールが入っていた。内容を確認し、三者の発言を総合すると、披露宴で親戚が俺が来ていないのを妹に尋ね、隣にいた新郎に、それ誰？と聞かれた妹が言葉を濁していると、新郎の親戚が、二股かけてる男なんじゃないの？と、酔った勢いで冗談めかしていった。それを聞いていた新郎父が、二股をかけているような女なんぞいるか、と叫んだのを皮切りに、その後の披露宴は非常に殺伐とした空気の中で行われた。現段階では、妹とその旦那はホテルから場所を移して二次会をしているが、双方の両親と親戚がホテルの一室に集まり、これから先のことを話し合っている真っ最中、仕方ないので親に連絡。親は、戻ってきて相手に説明してくれ。と言ったが、妹の行いに半ば切れていた俺は、こう言った。あんな理由で出席拒否されて、親戚に根回ししていなかったあなた方のミスでしょ。それを今更戻ってこいですか。奴がどうなろうと知ったことじゃないし、俺は、死んでるんでしょ。なんで親戚にもそう言って押し通さないかなぁ。ってことで無理。じゃ、電話を切り、タンクバッグの一番奥に突っ込みツーリング再開し、結局家に帰ったのは3日後。親にその後の話を聞くと、妹は洗いざらい新郎に話したが、兄弟を、話の上で、殺す娘は願い下げとなり、破談。式披露宴代もこちらが払うことになり、妹は引きこもってしまった。仕方がないので、俺が相手方に出向き、妹の非礼非常識な行動を俺が頭を下げて納得してもらい、破談は解消となった。ちなみに、会社は長期休暇を取っていました。
私は、見た。不幸な結婚式中に長くなるので書かなかったこと。頭下げに言ったら、妹旦那の父が、妹のためにそこまでできる奴はそういない。と感動して、巨人丸星張りの涙を流したこと、妹旦那が妹に養子のことについて延々と説教したこと。妹旦那の妹さんから強烈なアプローチがあったこと。妹と旦那は仲良く暮らしているらしいこと。親の席から俺の項目を抜いてもらったこと。まあ、ババ引いたのが俺ってことで。474。妹旦那の妹さんから強烈なアプローチがあったこと。って、どういう意味？それだけひどい仕打ちを受けた上に頭まで下げたんだから、何か保証、金、はもらったんだろうな。自分だったらぶち切れると思うが。475。妹旦那の妹さんからお見送りの段階で、よろしかったらお付き合いしませんか？って言われたってことです。親も妹もある意味結婚には幻想を持っていたのかもしれんし。妹は言ってしまった手前、親はそんな妹の決まりかけた話を壊すわけにはいかないってので、変なスイッチ入っていたのかもしれん。誰にも話せなかったので、ここで話せてスッとしました。481。で、妹旦那の妹と付き合うことにしたの？実前にヘリ切りされるくらいブサイクなのに、その女性は平気だったんだね。親と妹の顛末に、自分でやらかしたことのケツも吹けない。一応後始末だけは付き合ってやって、あとは愛想が尽きてもう関わりたくないと、分析しただけってことじゃないか？例えば結婚したら親の戸籍から離れて自分が戸籍の筆頭者になるように、結婚してなくても親の戸籍から離れることはできたはず、ただヘリは切れてない。介護義務とかはあるよ。でも気分的にはなんか離れたような気にはなるのでやるだけやってみたのでは。482。丁重にお断りしました。ささやかなアプローチは続いておりますが、親の席から俺の項目を抜いてもらったこと。485さんのおっしゃる通りです。ついでに、死んだことにしてあるんだろ。と言って、将来の面倒を一切見ないことを言ってきました。俗に言う絶縁ってやつですね。相手には全てバレています。今日のオカルトスレ。閲覧注意。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない？顔を覆う女性。15。見間違いであってほしい。短文で文才がないので読みにくいかもしれませんがよろ。この前中学時代の友人と久しぶりにバスの中で会ったんです。結構自己中なやつだったんで仲良くなかったんですが。いきなり、お前最近どう？って話しかけてきて、まあたわいもない会話を5分くらいしてたんです。そうしたらいきなり真剣な面持ちでこの前友達のいたずらで、女子瓶に上靴を投げ込まれたって言ったんですよ。そうなんだと普通に相槌打って聞いていたら、出てくる瞬間おしゃめに取られたそうなんです。結局ピンと外れるしそいつは画面隅に映るしと、全く意味のない写真が撮れたそうです。でもそいつの後ろ、トイレの入り口あたりに少年が映っていたそうです。消しちゃったらしく証拠は見てません。その後そいつの携帯に留守電メッセージが入ってて、聞くとどっかのばあさんの声らしいのです。電源を切ってあると通常電波の音言われ、留守電にも繋がらないはずなのに、そいつの携帯は切ったあったにもかかわらずばあさんの声が入ってたそうです。今、私たちは受験生でそいつもそのせいでネガティブな考えに陥りやすくなっていました。その場では私はポジティブに考えれば大丈夫と説得していました。でもそいつが降りるときやけに肌寒く感じそいつを目で追うと、見知らぬばあさんがついていくのが見えました。見間違いであってほしいです。来ちゃった。この前、
寝る時にふと自殺した同級生のこと考えた。そしたらその夜、来ちゃった。って耳元で聞こえて目が覚めた。嫌な年賀状。去年、道路の真ん中にパイプ椅子と、その傍らにポツンと空のカンカンが置いてあるだけの写真付き年賀状が来た。新年早々何のいたずらかと思ったら、本来ならこの椅子に家族を座らすのでしょうが、的なことが真面目に書いてあった。その写真がまた寂しくて妙な恐ろさを醸し出していた。5、女欲しい。シャレにならん、つうかなんというか。自分は彼女いない歴、イコール、年齢の典型的なモテない男なんだけど、女友達は結構いる。その女友達とかに、あんたは狙ってないから彼女できない、なんて言われたんで、異性を意識するようになった頃の話。意識するって言っても何をするわけじゃないし、彼女欲しい。って思いだけで日々を過ごしてた。毎日毎日そんなこと思ってながらも出会いは無え、既存の関係は発展しようが無えで悶々とし始めた。しまいには幽霊でもいいから女いねえかなー、なんて。ある日いつものように部屋で一人酒しながらにちゃんしてたとき、何か視線を感じた。視線っていうか気配というか、喫茶店やファミレスなんかで。知らない人が自分たちのテーブルに意識向けてんなーっていう感じの。そんなに強くないのね。じーっと見てるわけじゃない。聞き耳を立てているわけでもない。そういうの、お買いた好きな方なので、なんかいいネタになるかも。って、内心ビクビクしながらも部屋の中の違和感を探し始めた。前述したように女の幽霊でも出てきたらなんとかしてやろうなんて不届きなことも思ってたし、何よりお酒に酔ってたし。でようやく見つけたのが、矢印の場所の天井付近に顔半分だけ出してる幼い感じの男。霊感はわりかしある方でビビりはしたけど、ああ、みたいな感じ。でもまあ害はない感じで、向こうも俺と波長が合ってないらしくて、そこまで俺を意識してなかった気がする。じゃあなんでそんな状態でいらっしゃるんだよ、笑って感じだけど。怖いけど、こういうのってよそ見してるうちにいなくなってるからお酒の勢いも手伝って。男かよ。ってぼそっと言っちゃったのね。したら顔が全部出てきてスーッと消えてったの。顔全部見たら女の子だった。しかもなんか悲しそうな顔だったし。実際無表情なんだろうけど、俺にはそう見えた。対人関係で気まずい感じになった時のあれをまさか幽霊相手にやっちゃうとはね。この話を女友達に心霊体験として聞かせたら、あんたに彼女できんのは相当先だねー。だって、心霊体験よりもデリカシーのなさをクローズアップされたよ。154。5、がこいー。59、ままごと。父の転勤で田舎に行ってた時のことで、もう、20年くらい前の話。ものすごく人懐っこい農家の娘さんと友達になり、よく遊んでた。ある時その子の家に行って、ままごとをすることになった。葉のなくなったフルーツナイフとか欠けたお皿など、家庭用品の廃品を道具に、遊んでた。クズ野菜の端とか、葉っぱの切ったのとかで遊んでる最中に、はい、ジュースどうぞ。って、お母さん役の友達が、綺麗な緑色の水をコップに入れて出してきた。綺麗な色だねー、本当に飲めそう。飲んでも大丈夫かな？って聞いたら、ん、おばあちゃんはダメだったよ、年寄りだったからかな。子供には関係ないって、お父さんは言ってたけど、と答えた。コップを口まで持って行ったら、なんとも臭くてとても飲めなかったんで、結局、飲まなかった。中学生になってから知ったんだけど、そこのおばあさんは農薬の中毒症状で死んでた。14、逃げ道なし。死んだかもしれないけど、怖くない。話、父は精神医療センターの職員をしている。ある年、外来担当になったんだ。
仕事のために外来患者用の診察室に入るたびに、何かやばいものを感じていたそうだ。数ヶ月後、診察室から叫び声が聞こえたので、慌てて駆けつけると、腕から血を流した医者が、椅子を持って、刃物を持った患者と対峙してたんだって。刃物を持った患者を職員総出でなんとか取り押さえて、医者も腕を切られた程度で済んだらしい。医者曰く、入ってくるなり包丁を取り出し、切りつけてきた。逃げようにも犯人の後ろに出口があった、ので仕方なしに椅子で応戦した。精神を病んでる人を扱っていて、こういう事態も予測されておかしくないのに、診察室は狭く、入り口も、一つしかなく、そこにヤバい患者が立ちふさがると逃げ場がなかったんだって。父がなんとなくヤバいなって感じてた正体はこれだったわけだ。今では回想して、二つで入り口を設けたらしい。24、遮断機のない踏切。高校の恩師、K先生が語った話。大学時代、先生が住んでいたボロアパートの近くに、遮断機のない、踏切があった。ある日、遊びに来た友人たちを家まで案内して、踏切の近くを、通った。すると、友人の一人、A が、ここは自爆霊がいる、踏切で自殺した女が、犠牲者を待っている、と言い出した。A は、よく冗談を言うお調子者だったし、今も顔がにやけている。先生の知る限り、そんな事故はなかったから、バカな話は止めろ、とたしなめた。でも、A は続けて、本当だって、あの線路脇に右手のない女が立って、いる、と、その場所を指さした。あそこだって、次の瞬間、先生たちの目の前で、A の伸ばした右腕がボキンと折れた。その後は大騒ぎ。先生も友人も、当の A も腕をブラブラさせながら、そこから走って逃げた。その後、A は無事回復したんだけど、電車や線路を見るとたまらなく、嫌な気分になるそうで、車でしか移動しない人になったそうです。その踏切に、何か因縁があったかどうかは知らない。と、先生は、笑っておりました。28自殺観察。バイクの合宿で静岡に行った時に地元のやつに聞いた話。そいつの友達に A というやつがいるらしく、ガキの頃近所の神社に虫取りに行ったらしい。その神社というのは、森の中にあるもので、神主や社務所もない小さなものだった。神社の横には沼もあるため様々な生物が生息していたそうな。A が沼のほとりでタガメでもいないかと網を振っていると神社に人影が。そこで、なんとなく A は近くの木の陰に隠れたらしい。特に意味はなかった。そこにいたのは若い女性二人。境内の小さな神木の下で何かしているのが見えた。二人はロープを神木の枝の根源にくくりつけていた。二人で、そして何やら二人で抱き合っていた。A は見つかるのをなぜかとても恐れ、さらに深く息を殺した。A が見ていると女二人はペットで水を飲んだ後に首に縄をくくり始めた。自殺。A は止めてみようか、と思ったが、自分に大人二人が説得できる気がしないのでよした。というかこれ、から自ら死のうという人間と接触をしたくなかったのだ。二人はよくキャンプなんかに使う椅子に立ち、輪っかに首を入れた。背を向け合いながら、そしてせーのと言って椅子を蹴り飛ばした。A は目を手で覆った、縄の締まる音が周りに響く。しばらくして A は、指の隙間から見た光景に腰を抜かしそうになった。片方の女がプラプラ揺れている相棒を凝視している。それも笑いながら、すごいなどとつぶやいてもいたらしい。2分ほど相棒の死体を眺めると、その女も椅子を飛ばして自殺した。A は1時間、くらいそこにいた。ふと気がつき家に逃げ帰って親に報告した。神奈川の女子高生だった。現場行ってみるか?と言われたがやめておいた。30、
遺言を守るべきか否か。3日前に母親が亡くなったんだが、その時母親から変な話を聞かされた。今から3ヶ月ほど前に母親が職場で体調を崩し救急車で病院に運ばれた。病名は食道癌、もうあまり長くないと母とおばさん、母の姉に告げられたそうだ。病名は受験を控えた俺に影響を与えぬため、疲労が原因でしばらく入院するとだけ教えてくれた。特に重い病気じゃないと知り俺は、母親を放って受験勉強に行けくれていた。母は俺が中1の時に父と離婚したので家では俺一人だけの生活だった。飯などはバイトの給料で立てたり、おばさんが飯を作りに来てくれたりしてた。ちなみに親父は2年前に同じく食道癌で亡くなった。母が入院してた3ヶ月の間に見舞いに行ったのは3回だけだった。1回目は母が入院した初日。いつも仕事で疲れイライラしてる母は俺とまともに話すことがあまりなかったため少し緊張したのを覚えている。母が勉強頑張ってるの？と小学生の時によく見た優しい笑顔で話しかけてくれた。一気に緊張が解けた俺は志望校の模試判定が低かったことや学校のことを話し始めた。母親はだったら勉強頑張らないと、小さい頃からやればできる子などと、ここ最近の母親とは思えないぐらい優しく励ましてくれた。久しぶりに母親と会話を楽しみに2時間ぐらい経った頃に外が暗くなってきたので帰ることにした。母親には、近いうちにまた行く、と言ったが勉強とバイトの両立が忙しく結局全く行かなかった。そして受験が終え、久しぶりに病院に行った母親が異常に肌白くすごく痩せていた。もうその時は頭が真っ白になり呆然とした。病気良くないの？と心配そうに母に聞くと、母親は半泣きになりながら自分は癌だと教えてくれた。いきなり突きつけられた現実にショックを受けた。もう泣きそうだったがとにかく我慢してた。治らないのか？と聞くと、ごめんね。と優しい笑顔で返答した。生活費はまるまるがアルバイトして稼いでもらわないと困るけど、大学のお金はちゃんと銀行にあるから心配しないで、と言ってきた。もう正直そんなのどうでもよかった。とにかく母の安否だけが心配でずっと呆然としていた。31。そんな中母がいきなり変なことを言い出した。お母さんは呪われているの。と言ってきて俺は、状態だった。母は続ける。お父さんが昔、女の人を傷つけて、女の人が死んじゃったの。親父が母と離婚したきっかけは親父が逮捕されたから。なぜ逮捕されたかは未だに知らないが、おそらくその死んだ女性と関係あると思う。だからお母さんは死んじゃうけど〇〇は大丈夫だから。全く意味がわからずいろいろ聞いても何も答えてくれず。大学頑張りなさい。しか言ってくれなかった。最後に、おばあちゃんのお墓に行ってお参りしなさい。もう病院には来ちゃダメ。お母さんはまるまると今日会えて本当に嬉しかった。電話はするから心配しなくて大丈夫。本当に何がなんだか全くわからずいろいろ考えながらその日は病院を後にした。翌日から母親とは毎日電話をしたが、やはり病院には来ないでいいと言われた。電話では弱っていく自分を見てほしくないと言ってたが、で、3日前におばさんから電話が入り危篤状態だからすぐに病院に来なさいと言われ、即刻病院に行ったがもう手遅れ。最後の顔を見たかったので遺体を見せてくれと頼んだが、おばさんに、あんたが見てきたお母さんじゃなくなってるからやめなさい、と言われ見せてもらえなかった。病室にすら入れさせてもらえなかった。おばさんに母からの俺宛てに書いた手紙をもらった。内容はこんな感じ。この手紙を見たらすぐにおばあちゃんのお墓参りに行きなさい。お母さんの葬式には出たらダメ。お父さんのお墓参りはしちゃダメ。これってどうなんですか？呪いとか全く知識ないが手紙に書いてあることをしなければどうなるんですか？まだおばあちゃんのお墓参りはしてませんが近いうちにするつもりです。37。ふすま。今から24から5年前N県の S 市に俺は、アパートを借りて一人住まいし始めた。
家賃2万のボロな借家で60、40半で汚いキッチンとトイレ付きだった。住み始めて1週間目のこと、最初、俺は40半の部屋で布団を敷いて寝ていた。電気をすべて消して眠りについたのだが夜中に目が覚めた。俺は、寝るとき、横になる癖があり目が覚めたときは60と40半を仕切っている襖の方に、顔を向けてきた。で、冷蔵庫をキッチンのとこに置いていたのだが、冷蔵庫って、夜中静かだとブーンってモーターの音が聞こえるよね。それが最初に耳に入って、ボケーっとそれを聞いてたんだ。そのブーンって音がだんだん大きくなって、いくのよ。もう頭の中でガンガン響いてくるように余計眠れなくて、目が冴えてきて顔の向きはそのままにして襖をじーっと凝視してたんだ。そのままじーっと襖を見てたらスーッと音もなく襖が開いた。10センチくらい開いた。もう俺は、頭の中がパニックになって、反対側に寝返ったんだ。そしたら女の人が笑って座っている。年は10代。後半20歳くらいの人だった。これは金縛りなんかじゃない。体も動くし。俺は、うわぁ。と大声を上げて叫んだ。もう無我夢中で隣の、6畳の部屋へ行き電気をつけてその夜は震えて過ごした。次の日からは6畳の部屋で寝ることにし、一晩中電気をつけて寝るようにした。アパートを変えようか悩んだが金もないし結局2年間そこに住んだ。昼間でもいろいろ怪現象あったけどね。後に妹が高校の寮を出てこのアパートに、居候したりとかあったし、その後、二度とそういう目にはそうはなかったけど。38。適当に選んだだけ。家で普通に寝てたのよ。で10時くらいに起きて飯食おうと1階に行った。そしたら夜間に火がついてお茶が沸かしてあった。まずここでありえないんだ。一人暮らしだから。幸い階段から火がついてたのに気づいたからパッと火消して速攻2階に逃げた。聞き耳立てながらガクブルしてたら物音が。こっそり見に行ったらまた火がついてた。もう訳がわからなくなって警察に電話したのさ。間もなく警察来て不審者は捕まった。顔も忘れかけたくらいの、高校の頃の担任だった。普通に飯食おうとしてたらしい。なぜ俺だったかと理由を聞いたら卒業名簿見て適当に選んだらしい。怖くない?指欲しい。俺厨房の頃、町の夏祭りに友人と夜遅くまで遊んでた。もう日付が変わる頃、もう、寝に石帰るべ。ってことになりお飽きになった。帰り道、細い道を友人と二人で歩いてると、前からこちらへ歩いてくる人がいた。どうも酔っ払ったおっさんらしく、ひょこひょことまさに千鳥足だった。絡まれるとうぜえと思い、二人で道の端に寄り道を譲ろうとした。おっさんは立ち止まり俺らをうつろな目で見た。そしてゆっくりと口を開き、幼児のような高い声で、指、欲しい。と言って、背中に隠してたらしいなたを出してきた。俺ら一目散に今歩いてきた道引き返したんだが、おっさんも後からついてくる。途中、二手に分かれて逃げたがおっさんは俺の方には来なかった。数日後、別の道を逃げた友人の指に本取られてたことを知った。長文、多分すまぬ。42、塗り薬。これは私が大学1回生ぐらいの頃です。当時私は、生物部に所属しており、その日は研究のためにマムシを捕獲しようと友人と出かけていきました。夏の夜の草むら蒸し暑く、友人と、マムシいねえなぁ、とか言いながらどんどん山奥に入っていきました。その友人は薬学部で、手伝いで私のマムシ取りに無理やり連れてきました。彼は変人で、小学生の頃から彼の気候に悩まされていたのですが、彼にも一つ秀でた才能があります。緊急時の救命措置や、薬などにとても詳しかったのです。さて、話は戻りますが、私が草むらをかき分け歩いていると、ふと右足に痛みを感じました。
慌ててライトで足元を照らしてみると、なんと、トグロを巻いたダイマムシがいるではありませんか。私は、噛まれたと思い、友人を呼びました。あいにく、ここは携帯電話も通じない山奥で、町まで車でも2時間はかかります。そこで、友人に頼み、適切な処置を施してもらおうと思ったのです。友人は近くまで来てかがみ込み、私の足を見ました。これを直すツボはここだったかな W。とかふざけていましたが、私は、内心とても不安です。早く直してくれよ。と私は、懇願しました。友人はバッグを取り出し、中から塗り薬を、これを塗れば治るぞ。と言いながら出しました。私は、動転してそんなことで治るのかとか考える間もなく塗りつけました。塗り終わって、確かに気分が良くなったような感じがしましたが、その瞬間、友人は衝撃の事実を言ったのです。この薬で治るけど副作用があるんだ。え？これを塗ると頭がでかくなる。そして尻が死ぬほど良くなる。そう言われた途端、目と目の間が離れたような、口が裂けるような感覚が広がって。尻が死ぬほど良くなり、その場で転げながら尻をかきむしり、叫びました。そのまま意識がスーッと薄れて、気がついたら病院のベッドでした。医者の話によると、あと少し救急車が遅れたら危険だったとのことです。なぜかその場に友人はおらず、電話してもそんな場所には行ってないとのことです。一体私は、誰とマムシ取りに行ったのでしょうか、そして誰が救急車を呼んだのでしょうか。最後にそれから数日は顔が腫れて大きくなっていました。46、自殺の朗読、実際にあったお話です。怖い話が好きで、自宅の近所であった自殺の話を、少し脚色して、ネットで公開したそうです。その夜、投稿に対するレスを確認していると、突然、電話が鳴りました。自分が投稿した文章を電話の向こうで朗読しているそうです。か細い、女の人の声で。これは自分の文章だとすぐにわかり、きっと個人情報を得た人間の悪質ないたずらに違いないと思いました。ところが、脚色部分から、次第に朗読する女の声質が変わり、かすれた声になり、男の声に変わって行きました。しかも、脚色した内容とはかけ離れた、実際にあった、自殺の内容になっていったのです。投稿した内容は、自殺者が女性、首吊り、豊後体。変わっていった内容は、自殺者が男性、首吊り、甲後体。実際にあった自殺は、男性、首吊り。怖くなって電話を切り、無意識に手を合わせて、南無阿弥陀仏を、繰り返したそうです。自分の家には仏壇もなく、そんな習慣もないのに。今でも、女性から男性へと変容して行く時の声が耳について、離れないそうです。61、無音、昔の話だが聞いてくれ。飲み仲間たちと心霊スポットへ行こうという話になり、男二人女二人のベタな編成でベタな地元の海トンネルに行くことになった。トンネルにまつわる噂もよく聞くものでクラクションを鳴らすと霊が出る。手形がべったり車につけられる、そんな都市伝説的なものだったので、大して期待もせずワイワイと騒ぎながら A の車でトンネルへ向かった。一番張り切っていたのは A で昔からの親友でもある。手形がついたらすぐわかるようにと洗車までしてきたオカルト好きだ。B こと CB は飲み友達で特に霊感もなくノリで参加したようだった。俺は、友達とはいえ女の子とはしゃぎながらのドライブに満足していた。軽くビールを飲みながら田舎の山道を走り30分ほどで問題のトンネルに到着。さすがに雰囲気は満点で映画トンネルに入る前に自慢の怖い話をして盛り上げる。クラクションをピーピー鳴らして気合を入れると徐行しつつトンネルへ侵入していった。中は明かりがついてるにもかかわらず妙に薄暗く全員口数が少なくなってきたところで映画。よし、ここら辺でクラクション行くか、
と嬉しそうに言う。女の子たちは怖いねえと言いつつ嬉しそうだ。ドキドキしながら A を煽る。A は、行くぞー。と言うと同時にクラクションを鳴らした。すると、プヒーン。とありえないほど情けない音がトンネル内を響いた。全員大爆笑で、何この音 WW、面白すぎ WW、と雰囲気ぶち壊しで大笑い。ハマった俺たちはクラクションを連打し337拍子をしてみたりと大爆笑。プッヒッヒヒーン。と鳴らせば鳴らすほど情けない音が響く。しかし異変はこんな大爆笑の中突然起こった。突然全員が笑うのやめシーンとなった。あれと思い後部座席の女の子たちを見てみると、口をパクパクとさせて笑っている。というより顔が笑っている。俺の耳がおかしいと気がつくのに時間はかからなかった。全くの無音で喋っているつもりだが自分の声すら聞こえない絶対無音。62。A や B 腰指に大声で助けを求めたところ全員同じ現象が起きたらしく、口をパクパクさせながらジェスチャーで耳が聞こえないと訴えてきた。A がガクガクと震えながら大急ぎで車を走らせる。俺は、絶対無音の中恐ろしくて後ろも振り返れなかった。何か見てしまいそうで怖かったからだ。トンネルを抜けても無音は変わらずあーあと騒ぐも何も聞こえない。10分ほど走り山道を抜けたあたりで。治った。と B 子の声が聞こえ異常な現象が終わったと確認できた。B 子と C B は後部座席で怖かったとワンワン泣きじゃくり。情けないことに俺も安心したのかボロボロと涙を流していた。A はトンネルから出る時点で泣いていたので全員で泣きながらのドライブとなった。やっとコンビニを発見しホットコーヒーを買い落ち着いたところで、全員でさっき起きたことについて口々に語り合った。俺と B 子、C B が興奮しながら何も聞こえなくなったことを熱く語っていると A が、俺お前らおかしくなってすげえ怖かった。とまた泣き出した。実はなぜか A だけは何事もなく聞こえていたらしく、突然笑っていた俺たちが大声で、ああ、何これ何も聞こえない。助けて、などと言い出し全員狂ったんじゃないかと思い怖かったんだと涙ながらに打ち明けた。その後特に何事もなく日々を過ごしているが、今でもトンネルを通ると思い出しシャレにならないほど怖いと言っている。63。自販機の下から、あんま怖くないが俺の体験談を聞いてくれ。2ヶ月ぐらい前、俺は、確か知り合いと親戚の祖父の葬式に出たんだ。祖父の家は俺が今住んでる家から3時間くらいのところにあるんだけど、式浜は普通に終わり、次の日仕事もあったもんだから、その日のうちに帰ることにした。知り合いも同じ方向。夜中の2時過ぎくらいには家の近くまで着いた。そこで喫煙者の俺は、タバコが切れたので自販機を探してたら、ちょうど古いアパートの近くに自販機があった。この辺は家から近かったけど来たことはなかった。アパートは廃墟らしく人の気配はなく、電灯もついたり消えたりしてて不気味だった。そこでタバコを買おうとして金入れたんだけど、何の反応もないの。返却とかも無理。ムカついた俺は、自販機を蹴り飛ばした。その瞬間背筋に鳥肌が立った。何かの気配がした。恐怖で動けなかった。多分金縛りではない。そしたら急に自販機の底、機械と地面の間、から両手が出てきて、俺の両足を掴んだ。手の色は青白くて血がいっぱいついてた。びっくりした俺は、叫んだんだと思う？遠くから知り合いの車から降りる音がしたから。で、俺は、何かよくわからんが目の前がぐにゃってなった。テレビ番組のエフェクトみたいに。それと同時に何かに頭の中をかき回されてる感じがした。探し物探しててタンスの中をかき回す感じに。すごい吐き気がした。頭もクラクラした。あと小さな女の声で、ない。ない？って聞こえた。気がついたら病室。どうやら俺は、あの日から5回だ生死をさまよっていたらしい。知り合いによると駆けつけて俺を見たとき、俺は、
白目を向いて泡を吹いていたらしい。あれからだいぶ経つが物忘れがひどくなった気がする。あの日助けてくれた知り合いの名前とかをすら思い出せない。古いオルガン。家に、古いオルガンがあった。母が、私が生まれるより前に中古で買ったらしい。小学生の時、一度だけ弾こうとしてみたが、ベース、足用鍵盤、ノートが全く出なかった。高校生になって、3学期の中間考査の勉強をしている時だった。テスト勉強は、本番の2日前か前日にしかやる気が出ずに、その時も、前日の深夜遅くまで勉強していた。1時半になった頃、1階のリビングから、オルガンを弾く音が聞こえてきた。私の部屋は2階にあり、そこで勉強していた。聞こえた曲は、名前は忘れたけど、多分有名なやつ。ベース音がないので、とても頼りない音だった。この家でオルガンを弾けるのは母だけなのだが、母はもう寝ているし、この時間帯に弾くほど非常識じゃない。オルガンの音を聞くのは久しぶりだし、この時間帯なので、少し怖かった。163。しばらく待ってもやめる気配がない。曲もループしているし、気になって勉強できないし眠ることもできない。仕方なく見に行くことにした。真っ暗なのは怖かったから、廊下や踊り場の電気を全部つけながら行った。リビングの電気はついていなかった。なのに、オルガンの音は聞こえる。さっきより、音が少し大きい気がする。母が弾いてるんだとしたら、どこか、頭がおかしくなってしまったのかもしれない。そうだとしても十分怖いが、本当に、お母さんなのか、などと考えてしまい、恐怖でリビングのドアを開けられなかった。常識的に考えれば、オルガンを弾いているのは家族の誰かなのだが、現状が不気味すぎた。164。五分くらい固まって冷や汗を流していたら、突然、オルガンの音が止んだ。なんというか、静かになると楽に、めちゃくちゃ怖くて、何かあればすぐにでも泣いてしまいそうで、体の中心に向かってものすごい圧力がかかったように感じた。しかしそれをきっかけに、早くドアを開けないといけない気もした。静かな中に、二ドアを開ける時の音が大きく響いて、かなりビビった。真っ暗では何も見えないので、電気をつけた。体は熱いのに、頭は、血が少ないのか寒くて、冷や汗がすごかった。オルガンの前に母はいなかった。誰もいなかった。こんなことが、次の日もあった。音が止んでからリビングに入ると誰もいないのだ。母に話しても、わからない、知らない、寝ぼけたんじゃないか、などとしか言われなかった。165。また次の日も、オルガンの音が鳴り出した。3回目でも相変わらず、というか3回目だけにかなり怖かったが、もう今回は音が聞こえるうちにリビングに入ると決めていた。2階から1階までをダッシュで駆け抜け、足がすくむ前にそのままリビングのドアを開けた。女の人がいた。ワンピースを着ていて、後頭部には髪の毛が生えていなかった。私は、驚きのあまり声も出ず、体も動かず、なのに汗だけは体のどこかが壊れてしまったように流れていた。女の人が振り返った。この動作はとてもゆっくりで、多分10秒くらいかけて振り向いた。暗い上に、結構距離があったので顔はよく見えなかったが、多分目に何かがびっしり刺さっていた。口は私よりかなり大きかったと思う。顔もすごいが、それでも一番印象的だったのは、足がないことだった。それが、普通の人間を見慣れた私にとって、視覚的に圧倒的な違和感を与えた。166。女の人がいきなり絶叫した。動けない私は、泣いてしまった。踏みつぶされたような声を出して泣いてしまった。女の人が絶叫している時間は無限にも感じられたが、実際は数秒だったのだろう。また突然叫ぶのをやめて、そのまま固まってしまった。女の人に背を向けるのは本当に怖かった。
しかし、私は、その瞬間に全力でリビングを飛び出し、玄関を駆け抜け、外に走り出した。家の中にはいられなかった。女の人がついてきていないのを確認して、そのまま朝まで外で過ごした。朝、家に女の人はいなかった。家族は何も知らないようだった。あのおぞましい絶叫も聞かなかったらしい。その一ヶ月後、私は、交通事故に遭った。自転車でバイクとぶつかった。下半身が、おそらく一生、動かなくなってしまった。またその2年後、母が新しいオルガンを買った。今度の新しいオルガンは、ベースの音もいい。母は楽しそうだった。私も一度だけ弾こうとしたが、やっぱり、ベースは弾けなかった。167。おしまい。169。後半はじんわりと怖いな。半身不随も関連性ありそうななさそうなで、急病で入院中の身には不気味さがより感じられるわ。私が行ってた高校は3学期に中間テストなかったけど。現例。私は、ある俳句の会に入ってるのですが、そこで体験したことを書きます。怖くはないかもしれませんが実際にあった話です。私は、中学校の国語の教諭ですが部活動は担当していないので土日は時間があります。それで人に勧められたこともあって地域の俳句の会に入りました。周りは仕事を引退したおじいちゃんがほとんどで、女性会員は数人しかおらず随分可愛がっていただきました。月2回集まって5000の句会をし、年に2回吟をこの会がありました。吟一といっても師範役の大学の講師の先生が大型バンを運転してくださり、日曜日に日帰りできる近場に行くだけです。408。その吟行5月の連休の1日で、朝から晴れていてとても気持ちのいい陽気でした。その会の出席者は9人だったと思います。私は、車の中で水筒のお茶を飲んだりしながら、朝の集合時に言われた席代を考えていました。席代は、立夏。で、これで一句、それから5月の自由題で一句俳句を作って昼食をとり、教育神社の集会場を借りて句会をする予定でした。神社は自分たちの住む町から車で2時間くらいのところで、御社名は比しますが、主なお祭り神は菊里姫の地です。大きな神社の駐車場で車を降り車殿までの道すがらみんなで歩きながら、時々立ち止まって野草の名前を教えていただいたりしました。そしてメモを出して俳句を考え始めましたが、立夏は難しい題ではなくどうにかなりそうでした。409。神社の神域に入って手水を取りお参りしようとしたとき、突然空が暗くなり西の方にものすごく太い稲光が走りました。その時近くにいた区会のメンバーの S さんが、うお、と大声を上げたかと思うと、鼻と口から黒っぽい血を吹き出し目を置いて硬直したようになって真後ろに倒れました。ドーン、という雷の音がして、その瞬間に参道の脇にある小さなお社の観音開きの戸がすべて開きました。その直後に大粒の雨がものすごい勢いで降ってきました。師範の先生がこちらを見て駆け寄ってきました。そして私ともう一人の方と三人で、S さんを社務所の中に運び込みました。S さんの様子を見てすぐに救急車が呼ばれ、一緒に来ていた奥さんが一緒に乗り込んで病院に向かいました。その後師範は社務所の新館の方と話していましたが、雨の中から S さんの手帳を拾って戻ってきました。その手帳を新館に見せると、新館はあっと驚いた顔に変わりました。その後はみんなで昼食を食べ、区会は取りやめしにて帰りました。神社から離れると雨は上がり元の初夏の空になりました。師範は携帯で S さんの奥さんと連絡を取っていましたが、S さんはそのままお亡くなりになったそうです。410。次の区会で師範から驚くべき話を無理に聞かせていただきました。あの神社にはとても古くから伝わる意味言葉があり、それは特別禍々しい意味ではないのですが、
日常的にはまず使われることのない古語で、上意気の中でその言葉を発したり書いたりすると、立ちどころにそのものには神罰が下るのだそうです。S さんが倒れたことと天候の急変でふとこの言い伝えに思い当たった瞬間が、S さんの俳句手帳を見ると、そこには作りかけの俳句とともに、はっきりとその言葉が記されていたのだそうです。私は、この話について当時は心理は半信半疑でしたが、国語を教えるものとして言例というものはあると考えておりましたので、今ではこのお話を信じかけています。乱筆申し訳ありませんでした。416。面白かったです。427。その神社だけに触る言葉かもんし海の体験にも似たような話あり。433。沈む男。去年の8月、ダチと二人でトレーラーでアルミボート引いて、八郎。秋田県八郎湖。エバス釣りに行ったんですよ。4日間の予定で。ところが、到着前日から、すごい雨で流入河川とか濁流なんですわ。初日、セーブやったんですけど、いまいちで、2日目から中央幹線路とかいう、ドブみたいなところでやったんですよ。小雨の肌寒い中、一日中やって、そこそこ釣れました。夕方帰ろうとした時、川の真ん中に人が立っているのが見えたんですよ。200メートルくらい先に、ぼんやりと。夕方、結構肌寒いし、釣りとか網とかやっている風でもなく、棒みたいに突っ立っているんですよね。ダチと、なんか気味悪いなぁとか言いながら、なるべく避けて、端を通るようにボートを走らせていたんですよ。やべえぞ。前に座っていたダチが言いながら、止めろと、手で合図をしてくるんですよ。なんだ?と思ってみると、さっきの突っ立っているやつが、その時点で、グレーっぽい作業服を着ている男のように見えました。そいつが、まっすぐお風呂に入るみたいに沈んでいくんですよ。自殺なのか?それとも何かしていて、倒れたのか?助けなきゃ。面倒なことになった。いろいろな考えが、頭の中をぐるぐると回りました。全開で近づいていく中、その男は、もう胸くらいまで水に浸かっていました。50メートルくらいまで近づき、こちらに背を向けた男らしいことがわかりました。やばい、急げ。おい、あんた、しっかりしろ。ダチが叫んでいました。沈んでいく男は無反応でした。434。あれ?ここって、そんなに深かったっけ?次の瞬間、さささとプロペラに砂が当たり、船外機のエンジンがストップしました。全然浅いんですよ、そこら一体。行きは岸寄りを釣りしながら、流していたんで、そこら一体が、サンドバー、すなちの浅瀬、になっているのに気づきませんでしたが。とりあえず、エンジンを上げて、エレキ、低速移動用の電動モーター、少し水に突っ込んで男が沈んだ場所へ近づきました。待て。止めろ。なんで?ちょっと、おかしいよ。離れた方がいい。振り返ったダチの顔は、血の気が引いてました。そうだな、そうしよう。ホラー映画なら、ここでエンジンがかからないのが定番ですよね。その通り。さっきまで動いていたエレキが全く反応しないんですよ。ほんの一瞬。顔を見合わせたり、今いるところの、そこを見たりしている間に男は、沈んだのか、消えたのか、いなくなっていました。怖くて、しっかりとそのあたりを見たり、周りを探したりはできなかったです。ダチが焦りながら、オールでそこをしてその場からボートを離すようにしたんですよ。俺は、少しでも深いところに出たら、速攻エンジン下げて、かける準備をしました。濁った水の底が見えなくなってきたところで、慌ててエンジンをかけました。かかれ、かかれ、頼むから、かかってくれ。スターターを、力いっぱい引っ張りました。意外にも、一発でエンジンはかかりました。やったー。早く、この腐れドブ川から脱出しようぜ。ダチが、
強がっていましたが、顔面蒼白でした。もちろん、俺もです。435、行きに通った航路にボートを戻して、全開で走りました。男がいた場所を通り過ぎるとき、ダチはじっとそのあたりを見ていましたが、俺は、怖くて見れませんでしたよ。とにかく、全開で走り続けました。ボートを下ろした場所と自分の車が見えてきて、助かったと思いました。なあ、あれ、やばいやつだよなあ。まさか、本当に人だったなんてことはないよな。当たり前だろ、ペラがそこにつくセンサだぜ、人間じゃねえよ。おお、でも、初めて見たぜ、本物。そんな軽口を、少しは叩けるくらいにまで、落ち着いてきました。少し冷静になって、気がつきました。朝より、少し減衰してるようです。ちょっと減衰してっから、ボート上げるのきついぞ。とっとと上げて、帰ろうぜ。その日、トレーラーを使えそうなところがなくて、比較的段差のないところから、釣り下ろしたんですよ。ボートを岸に近づけて、急いで、装備を車に投げ込みました。その間、川の片端、なるべく見ないようにしてました。特に、男がいたあたりは、絶対に。軽くなったボートの先を岸に引っ張り上げて流されないようにして、さあ、あとはタックルを積むだけ。ガシャ、ガシャ。あ、実機症。ボックス。釣り道具箱。ぶちまけたー。あれ？何？やってんだよ。早く拾えよ。割れてる。こんなにでっかく。え？ダチのプラの。釣り道具箱。お見ました。砦と遊具の部分に、何箇所もひびが入っていました。なんだ、こりゃ。多分、俺もダチも同じことを考えていたと思います。でも、お互い口に出しませんでしたよ。何かが、始まったり、来たりするような気がして。436。二人とも、無言で散らばったルアーかき集めて、車に投げ入れました。一体、俺たちが何をしたって？昼間、他にも釣りをしていた奴はいたじゃないか。もしも、俺たちが何か間違えたのなら、勘弁してくれ。頼むからでも、ダメでした。ボートを上げようとして、車から、川の方に振り返ると俺のボートのすぐ脇に、あの男がいました。多分、俺が立ったら、膝くらいしかない水深のところです。胸のあたりまで水に浸かって、上流の、さっき、沈んでいった方に向いていました。俺とダチは凍りついて、動けなかったです。男が、ゆっくりと斜め上に浮き上がりました。変な動き方でしたよ。次の瞬間、ポンって感じで、男が俺のボートに乗りました。足が途中で切れていて、なんて言って言ったらよいか、気が生えているように、ボートにくっついてました。もう、ボートいらねえや。声が出ていたかは、わかりません。俺とダチは、車に飛び乗って、そこから逃げました。走って、とりあえず、サンルーラルまで来て、駐車場にめちゃくちゃな止め方をして、レストランに入りました。ビールを頼んで、二人で顔を見合わせました。もう、ボートなくなってもいいや。あそこには戻れねえよ。ああ、お前には悪いけど、俺も無理だ。その夜は電気、テレビをつけっぱにして寝ましたよ。437。次の朝、やっぱりボートが惜しくなって、戻ってみました。ボートは、昨日の場所にちゃんとありましたよ。昨日の夜、レストランからくすねた塩をボートに巻きました。トレーラーに乗せて、宿の予定をキャンセルして、そのまま、帰りました。なんとなく、気持ちが悪いので、そのボートは売っちゃいましたよ。どこのショップかは言えませんけどね。終わり。442。怖い。文章うまいね。461。怖かったし、文章うます。647。笑い声。夜中廊下を明かりを消した状態で歩くと、笑い声が聞こえる。天井から。655。鬼の子孫を名乗る人々。
シャレコアというか、個人的に興味深い話を一つ。日本には、鬼の子孫を名乗る人々がいるという話。奈良県吉野郡天川村に存在する、天川弁財天社。通称、天川神社。の宮司を務める家系は鬼の子孫だという。しかもこの鬼というのはそこらの鬼ではなく、修験道の開祖である薬用者が刺激した前期鬼であろうそうだ。この神社の開祖は薬用者その人であり、その薬用者が刺激していた夫婦の鬼前期鬼の子孫が代々の守り人を任されている。現在こそ書き致しが宮司となっているが、明治以前は八玉氏という一族も宮司を務めており、やはり鬼の子孫だという。この神社の面白いところは、節分行事として、鬼の宿、という行事が毎年2月3日に行われていることである。この行事では、通常のように、鬼は外、福は内、という掛け声は用いず、鬼は内、福は内、という掛け声を用いる、鬼は内、という掛け声を用いる節分行事は岸本神なんかを祀る神社には結構見受けられるが、鬼の子孫による鬼を迎え入れるための節分行事はここ天川神社を置いて他に例を見ない。ちなみに、節分で追い出された鬼をかくまっている地域なら結構ある。群馬県藤岡市や、茨城県つくば市鬼ケクボがそうである。669。こういう話好きだな。931。風呂に入るのが怖い。2ヶ月ほど前のある夜、風呂でいつものようにシャンプーをしていると後ろから誰かの視線を感じた。ふと目を開けて後ろを振り向いても、誰もいない。最初は気のせいかと思い気に求めていなかった。しかし、日が経つにつれてシャンプー中の背後からの視線というか気配はどんどん強くなっていった。932。いつ振り返ってみても誰もいないのだが、いつしか背後からの気配で背中がゾクゾクするくらいになっていた。シャンプー中に目を閉じている時の怖いと思う気持ちがそうさせるのか、それまで不思議とシャンプーをしている G 以外は、気配を感じなかったのでまだ良かったのだが、ある日とうとう事件は起こった。933。その日、会社の飲み会で帰宅が遅くなったのでシャンプーは止めようかとも考えていたのだが、酔いも回っていたしさっぱりとしたかったので、いつものように強々とシャンプーを始めた。すぐにまた背後からの強烈な気配がする。しかしその日は違った。934。その日は気配だけでなく背後から女の笑い声まで聞こえてきた。びっくりして振り向こうにも体が動かない。誰に何を謝っているのかわからないけど、恐怖のあまりチキンな俺は、心の中で、ごめんなさい、ごめんなさい、と必死で謝り続けた。936。しばらくそんな状態が続いたが、謝り続けていると次第に体が動くようになった。その頃には背後の気配もなくなっていたので恐る恐る後ろを見ると、そこにはものすごい様相でこちらを睨む全身血まみれの女がいる。服は着ていた。そこで記憶がなくなった俺は、明け方、寒さで目が覚めた。938。どうやら、そのまま気絶していたらしい。恥ずかしながら失禁していた。それ以来、どんなに良くても頭を洗っていない。1ヶ月ほど前の出来事だ。942。都合よく失神しおってからに、959。駆け込み乗車は危険。駆け込み乗車はやめてください。って言われるよな？なぜだかわかるか？実は電車のドアには、エレベーターのドアみたいに、挟まれたら開く安全装置はついていないんだ。開閉の安全確認は運転手の視認で行われている。もし、運転手が気づかなければ。そういうことだ。960。顔が挟まったことあるけど、結構痛いのな。カバンが挟まったまま3駅くらい進んだこともある。入りきっていない時の警告灯とかついてないのかな ?962。そう、だから車掌がうっかりしてて。
気づいてくれないと挟まったままホームを走る、なんてことも W.965。あんまり大きいものが挟まると、確認用ランプが消灯し、モーターが動かない仕組みにはなっているでも、カバンや指、服とかは、ドアのゴムの柔らかさで、挟み込んでぴったり閉まってしまうんだ。そんな時は、ランプは点灯し、出発してしまう。974。小型な。20年くらい前、浅香光代的ビーバが、ごきげんよう的なトーク番組で言ってた話。そのビーバが子供の頃じいさんが亡くなって通夜の晩。その地方ではご遺体に小刀持たせるんだって。何にも疲れないで成仏できるように。でも不審心だったのか小刀がなかったのか持たせなかったらしいのね。そんで通夜が終わって寝てたんだけど、深夜、物音で目が覚めた。じいさんが寝てる今から。子供だから全く恐怖心とかなくて、なんだろって見に行ったんだって。そこにいたのは人くらいの身長のカエルが、じいさんと踊ってたんだって。975。じいさんは死体のまま、操り人形みたいに。幼子頃に怖くなって布団に潜り込んで、ガタガタ震えてるうちに寝ちゃった。翌朝親に話したら顔真っ青にして、小刀持たせたって。よく知らんが死んだ人を成仏させずに、遊び相手にずっと止まらせる、何かがいるとかって言い伝えが、あちこちにあるみたい。650、顔を覆う女性。4年前、私が大学生の頃の話です。当時、都内で一人暮らしをしていました。麻雀が好きでもより駅近くの雀荘でバイトをしていました。ちなみに男です。大学もこの最寄り駅から通学しており、学校帰りにそのまま行けるので立地にも満足していました。問題はこの最寄り駅やバイト先から自宅へ帰るルートなのですが、普通の道路を通って帰ろうとすると、長い上り坂を緩いカーブを描いて登っていかなくてはいけません。これは自宅から離れていくような曲がり方になっており、非常に遠回りとなってしまいます。そこで、普段から自宅と駅のちょうど間にある公園を突っ切っていました。651。この公園ですが、駅側から行くとお寺の横の細い道が入り口となっております。細い道の両側は2メートルほどの高さのコンクリート塀が立ち、左手はお寺、右手は墓地となっています。細い道を100メートルくらい進むと公園が見えてきます。公園はイチョウや桜の木で囲まれており、少し進むと開けたところに砂場やブランコがあります。道は続いており、さらに木々が茂った道となり、右手には昔は看護師の独身寮となっていた建物があります。と言っても独身寮の入り口は公園とは反対側にあるので入ることはできません。さらに、今は使われなくなり窓には板が打ち付けられています。この建物のベランダが公園側に向いていますが、ボール避けの網があるため敷地に入ることはできません。先に進むと階段があり、登るといくつかの遊具がある広場へと出ます。こちらも周りはコンクリートの塀と木々に被われています。さらに進むと分かれ道となっている場所へ出ます。右に曲がると隣接する神社の境内へ、お寺とは別に神社があります。まっすぐ行くと道路へと出ます。自宅がこの公園の出口からすぐのところにあるため、このルートを使用していました。分かりにくいと思うので、簡単な地図を描いてみました。ざっくりと描いたので縮尺は合っていません。652。前置きはここまでで、本題に入ります。4年前の11月でした。その日は午後から天気が崩れてしまい大雨でした。私のその日のスケジュールは、授業とバイト。授業を終えた頃に雨が降り出したので、持ってきた折りたたみ傘を使い移動します。バイトもいつも通りにこなし、夜24時に仕事を終えました。まだ雨は降っていました。雨が激しかったため、持っていた折りたたみ傘では、
防ぎきれないと思い、バイト先で傘を借りることにしました。バイト先の傘とは、急な雨の際にお客さんに貸す傘で、チェンソーメイト管理番号が書かれたテプラが貼ってあるものです。大きめのビニール傘で、番号は1から10番まであります。お客さんに貸す際に、誰にいつ貸したかを控えておくために番号がついています。私は、店長に了解を得て、7番の傘を借りて店を出ました。653。当然ですが、あたりは真っ暗でした。さらに大雨ということもあり、寒かった記憶があります。公園へと続く細い道へと入りました。電灯がないため細い道に入るとすぐに、それまでよりもさらに暗くなります。こんな日出しとおまわりでも車通りのある道で帰ればよかったと思いましたが、いつもの癖で公園まで来てしまいました。ここまで来てしまったら、さすがに引き返すのは面倒なので、そのまま帰ろうと足を進めたのを覚えて、います。公園内は階段で分けられていますので、ここでは仮に階段を登る前にある広場を1階とします。1階には遊具の他にトイレと電灯とベンチがあります。トイレにも電気があるため、入り口の細い道よりは少し明るく感じますが、それでも夜は暗く寂しい場所となっています。普段から歩き慣れていますが、人とすれ違ったことは数えるほどしかありません。さらには雨ですので、人がいるなんて全く考えていませんでした。でも、赤い服を着た女性がベンチに座っていました。656。女性はベンチに座り、自分の膝に肘をついて顔を手でかぶっていました。傘を持っていないのか、ずぶ濡れでした。一瞬驚きましたが、このまま見て見ぬふりをすることができず、どうしましたか?と声をかけました。返事はありません。私は、バイト先の傘をベンチに立てかけていました。もう一本傘を持ってますので、これを使ってください。返事はありません。少し不気味でした。傘を残しその場から離れ、家を目指しました。公園内の階段を登る途中で、やはりあの女性が心配になり、警察に連絡しようとしましたが、携帯がありません。バイト先で充電をしたまま忘れてきてしまったようです。最悪でした。でも携帯電話は必要でした。その日は確か木曜日で、月日水木というバイトスケジュールだったので、どうしても取りに行きたかったのです。バイト先へ戻るために、来た道を引き返します。657。傘を貸してからほんのに、3分しか経っていませんでしたが、ベンチに女性はいませんでした。その後小走りで公園の駅側の出入り口まで行きましたが、女性は見当たらず。公園内にはトイレがあるため、そこに行ったのかと思い深くは考えませんでした。バイト先へ戻り、携帯を回収しました。寒かったのでホットコーヒーを飲みながら店長には傘の件を簡単に説明しました。店長は傘を見知らぬ女性に渡したことよりも、そこに女性がいたことについて怖がっていました。さらにはその状況で近寄るとかありえないし、そもそも公園のルートで帰るとかアホじゃないのかと言われる始末。ちなみに店長は女性です。怖がらせたくはなかったので、女性が無反応だったことや、終始手で顔をかぶったままだったことは伏せ、ておきました。店長にアホ呼ばわりされましたが、少し出来事を振り返りました。深夜24時過ぎに大雨の中、人気のない公園でずぶ濡れになっている女性。しかも話しかけても返事はなく、顔も手でかぶったまま。確かに不気味です。その後は公園を通らずに帰りました。659。家に帰って1時間ほど経ちました。すでに部屋の電気は消し、布団に入っていました。ピンポン。インターホンが鳴ります。自宅は1ルームだったのですが、玄関が1階でドアを開けるとすぐに階段があり、部屋は2階という作りでした。
備え付けのインターホンがカメラ付きだったので、人が来た時は階段を降りずに確認ができます。モニターを見るとさっきの女性が映っていました。手で顔をかぶっていました。ピンポン。手で顔をかぶったままなのに、インターホンが鳴ります。おかしい。私は、モニターを見つめたまま固まっていました。1分ほどするとモニターの画面が消えました。インターホンの使用で呼び鈴に出ないと勝手に画面が消えるのです。660。その刹那ドアが、ガチャ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 、ガチャ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 、ガチャ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 、もう泣きそうでした。布団をかぶり、震えつつもじっとしていました。30分くらい経つとまたインターホンが2回鳴り、ガチャ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 、ガチャ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 、ガチャ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 、朝4時まで続きました。5時なると店長が退勤の時間なので、電話をしました。店長は、まだ店の中にいて、帰る準備をしていたそうです。店長に電話をしたのは、傘の件を話しているのが店長だけだったからです。この時は、携帯を取りに戻って本当に良かったと心の底から思いました。自宅には固定電話を引いていませんでした。さっき傘を貸した女性が、家のドアをガチャガチャし続けてくるんです。661。出来事を話すと店長も泣きそうでした。怖いので迎えに来てほしいとお願いをしているところ、キャー、店長が叫びました。これは後から聞いた話なのですが、私と話している途中に、ゴン、という音が店のドアから聞こえたそうです。店のドアはガラスで、できていて外が見えるのですが、そこには手で顔をかぶったずぶ濡れの女性が立っていたそうです。悲鳴を上げ目を一瞬そらすと女性の姿はなくなっており、ドアの外にはバキバキに折れた傘が置いてあったそうです。その後、さすがに引っ越しましたがバイトは卒業まで続けました。今でも客として通っていますが、あれ以来奇妙な出来事は起きていません。店長を含めてよく飲み会をしますが、毎回この話が話題に出てくるほど怖い体験でした。663。以上です。長文失礼しました。ちなみにバキバキに折られた傘には7番のテプラが貼られていました。664。つまりその女性は、お前の家とバイト先と、同時に現れたってこと？ 665。同時ではないですね。4時を最後にドアガチャが終わり、店に現れたのは5時なので物理的には可能です。666。なるほど、この世のものでないのも怖いが生身の女だったらまた違った怖さがあるね。667。生身の人間の可能性があったので、早々に引っ越しました正直。この世のものでない場合よりも怖いです。22。おしまい。